共に戦ってただなあなあなだけじゃないからね。やっぱり俺ら矢野金俺やっぱ一人活躍したら次投げる時は俺は頑張らなあかんわと思っとったし、戦友、うん、絶対一番先にはやめんと思っとったからね、うんうん、柳に風。下本さん、矢野さん、金さんっていうこの3人を中心に回ってたっていうか、だからこう若い選手でもどんな選手であっても苦しい時にはあの3人の背中があるから大丈夫っていう、まあ、支柱ですよね、うん、そういう存在でしたよね常に。でその3人の結束がすごくあってね、3人でお立ち台とかありましたね、うん、あの時ね、下さん連れて行かれちゃったんですね、矢野さん。矢野も、あの時もう帰ろうとしてたんやけど、だから矢野が手引っ張って連れて行かれて熱かったっすね、あれ。だって下さん、ほんま逃げて帰るんですよ、お立ち台って言ったら。ほんまに走って逃げるんですよ。はい、さよならっつって帰って。お立ち台に呼ばれるっていうことは、一番すごい活躍をしたっていうことじゃないですか。それを走って逃げられたら、ぶら下がる記者も、すごい迷惑なんですよ。そう、お前、私じゃなんか言うから逃げてもらえないかみたいな、何回それでひどい目に。ヒーローの生の声ってやっぱ少しでもいるじゃないですか。え、恥ずかしいくらい完封して逃げましたからね。ほんまですよ、これヤクルト完封してね、逃げたんですよ。もう1年に1回って言ってたからな。そんなあれがあったんですかね、候補にね。はいはい、当時竹内候補、そうですね、1年に1回って言ってたもんね。そのたった1回ってほら、たった1枚のお札どこで使うべきかって結構二の足踏みません。そんな、例えば4月にめっちゃいいピッチングしたらここでこの札切れるかって言ったら、大変やったね。みんなね、下柳のわがままに付き合わされたね、むちゃね。でもあれ、喋ってくれない選手でしょ。で、行ってもみんな怖いから近寄らないでしょ。だからそこを聞きに行けるって言ったら、すごいやっぱり自分としてアイデンティティになるわけですよ。打たれた後も、島宮城が打たれた後にあいつ取材に行ったでみたいな、それが僕の一つのアイデンティティではありましたよね、うん、仕事はできないけど、あいつはあの下さんの話を聞きに行けるんやっていう、それでなんとか逃げ切ってたみたいな僕の記者人生ですよ。オープンフィンガーであのビールカフェやったんで、うん、2003年かな、2005年かな、藤本引きずり回しとった時に、あ、2003年かな、はい、赤星がフーの格好できとったやつですね。そういう的な選手しかいなかったんじゃない、うんうん、赤星、今岡、金本、はい、で藤本、矢野、あと誰だった、ヒーさん、檜山、はい、アリアス、浜ちゃん、はい、浜中、あの浜中なんかもう本当にあれかきってな、あの脱臼なかったらあのペースだったら何本ホームラン打ってたかっていう、ほんまそうなんですよ。バリー・ボンズよりも高かったからな、うん、本当怪我っていうのが一番怖いね。4番浜中、はい、いいバッティングしとったのにな、あのヘッドスライディングで肩ボコって抜けたのが、うん、福本さんがよう言ってるもんな、ヘッドスライディングは危ないって、はい、言いますね、ね、はい、実際危なかったな、うん、だから未だにやっぱりこう牽制で逆突かれて手から変える選手見たらあって思いますもんね、うん、ちょっと怖いよな、うん、あれな、はい、あれも絶対牽制が盗塁のサインが出たらしくて、浜ちゃんもね、でここのカウント的に絶対牽制は来ないと思ってた時に来た、それで慌てて帰ったらで立ち上からボンってくるやろ、うん、あれ2回やったんだよね。そうです、あれで肩をあれして何試合か欠場したんですよ、あの帰塁の後に、ね、それで6月13日の巨人戦に出たんですよ。大丈夫って言って出て、それで出たら安倍晋之助のライト線の打球にを処理しました、こっち向いて2塁送球で抜けちゃったんですね。あれ絶対ステップをちゃんと踏んで投げなさいって言われても、もうとっさのあれでそんなん約束ごとも忘れちゃうんですよ、ね、必死にブンって投げたらバカって抜けたって、うんうん、ね、あれさえなかったらってね、もう本当どんな選手になっとったか楽しみやったのにな、うん、あの後浜ちゃんはどっか行ったんだっけ。あの後、リハビリを何回も結局、3回手術したんですかね。2005年にちょっと復活モードに入って、2006年に20本ホームラン打ったんですかね。
でその後なかなか結果が出なくてオリックス、オリックス行ったんだっけ、はい、最後、はい、そうか、オリックスヤクルトっていう感じだった。そうヤクルトも行ったんだよな、阪神、はい、強いメンバーが集結してくる。そうそうなんですよ、超人たちが集まってくる。でそこに入ってきたのが鳥谷だから、そういう薫陶を受けてるわけですよ。上昇チームの薫陶を受けて育った選手だからあんな選手になるわけですよね。よう練習してたで、あいつも早うから行って、うん、あの甲子園のスタンドがあってグラウンドの前間に通路があるやんか、あそこずっと走ってたもんな、うん、練習前にでウェイトして練習してるタイプやんね、うん、でも島さん阪神来られたばっかりの時って練習ってどんな風に見られてました？阪神の選手、2003年のキャンプとか見て大丈夫なんて思ってたピッチャーとか。やっぱそうですか、うん、こんな走らんで大丈夫、うんうん、あれ俺が日ハムにいる時にトレーニングコーチしてたのがそのまんま後でドラゴンズ行って投手黄金期になるやん、うんうん、めちゃめちゃ走らせるんやって。もともと陸上競技のトレーナーとかなんかしてた人で、うん、めちゃめちゃ走らすねん、めちゃめちゃしんどかったもん。で阪神来てこう、うん、うん、大丈夫足りんと思って自分で別でちょろちょろ走ってはいたけどね、うんうん、それが浸透するまで何年もかかりました、何年かかかりましたよね、うん、かかるよ走らないかんっていう意識が浸透するまでね、うん、今もそんなにまで多くはないやろ。なんか そうなんですよ、なんか昔キャンプですぐサブグラウンド行ってでみんなわーってあそこ、うん、ずっと走らされとったからね、はい、いつの終わったら終わるんだろうかみたいなあれで待ってた記憶あるんですけど、今そんなイメージないんですよね。今ほら合理的な体幹トレーニングだ股関節だってなんかいろいろ練習方法は増えてるみたいやからね、まあ違う意味でいろいろ気も使って大変なんじゃないの今の選手も、種類が多くて多分インターバルピッチとかあんなの今の選手やったら誰もやんねえよ、救急車来ますよねゆでだこみたいに本当に真っ赤になるこんなおかしいですよあの練習、うん、あれ絶対普通の人間がやったらまず命ないですよ、ね、素人がやったらダメですよ、ね、ブルペンだからなんせ走って走ってえ何メートルやカラーコン立ってますよあれ、何メートル何メートルっていう、うん、50、40、30、20、10そう、それを50、40、30だからこうやって往復でガーって走っては行って心拍数を上げた状態でブルペンでピッチング練習する。それをやったらまた出てきて同じことを繰り返すんですよ。福原が一回やって、はい、それっきりやらなかった。やっぱそうですよねもう嫌です。僕あれ見てましたもん、あれ甲子園ですよね。うん、甲子園甲子園そう見てて俺やってるわと思ったら下さんじゃんね、下さんしかやらないはずのインターバルピッチを忍がやっててあれとか思ったら、まあ、もう二度とやりませんだからあれでほら若い選手ほど体力あるからできるのかなって思うじゃないですか。でもあれはあの時も下さん40歳ぐらいまでやってたな、ね、なってましたけど、それが楽天でもやったよ。え楽天の時も久米島でやったら他のベテラン選手が嫌な顔して見てた俺のことベテラン選手って言っても俺より全然したよなんてことしてくれてんねん、俺らもやらされるやんかみたいなあそっちの顔して見てたわ。何してくれてんのこの人はっていう顔してた。山村とか、あ、はいはいはい、かわいいとか思ったけど、だって40過ぎた選手にしかできないトレーニングっていう考えられないでしょ。若い方が体力あるのにその若い子は体力がついていかないんですよ。でも思えばだってイラブさんもすごい走ってたイメージが、誰イラブさんも、うん、すっごい走ってたイメージ。イラブはスパイク履いてよ走っとったよあいつは